さっきの戦闘早かったね。楽々だった。楽っていうか全然余韻も何も感じねえ。もっとじっくり楽しみたいんだが。おや、青年をボロボロになりながら四苦八苦して強い魔物を倒すのがお好み？嫌なこと言うなおっさん。そういう時は四苦八苦じゃなく近畿弱薬しながらだよ。辛い戦いだからこそ楽しくってこと。辛いからこそ楽しくか。うん、それなんかいいね。ああ、いやいいこと言った後に申し訳ないけど老体には持久戦は勘弁願いたいのよ。正直なとこだからこそ楽しく。どうやって？それはおっさんが見つけろって。